設計担当は誰なの？それがどこの誰が設計したものか、素性の一切は関係者にも知らされていないんですよ。せめて OS でもバラせればプログラムの癖からある程度見当はつくかもしれませんが、なんせ環境がプロプリエタリなもんで手が出せなくって。あ、彼が T 兵器の開発責任者のロート・マンテル氏ですよ。